はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリビシです。では今回から空母戦機2、こちらをプレイしていきたいと思います。早速じゃあファイルから新規シナリオでプレイを始めていきます。一応ゲームモードがソロプレイとラン対戦とあるんですけど、まあおそらくネットワーク対戦のことだと思うんですが、もう今でもまだやってるのかな、サービスとしては。まあ今回はねソロプレイで始めていきます。で、シナリオがですね、全部で12個。で、一番下はキャンペーンモードになってるので、まあ、ショートシナリオとしては全部で11個ですかね。用意されている中のうち、今回はミッドウェー海戦をプレイしていきます。で、早速なんですけども、プレイサイド、サイド1、サイド2と書かれていて、サイド1の方に日本、ドイツ、サイド2に、アメリカとイギリスと分かれています。まあ、どっちでプレイしますかというところですね。で、じゃあサイド1とサイド2の違いって何かあるのっていうのを、まあ、基本命中率のところで見ていくとですね、同じです。サイド1サイド2日本もアメリカも同じ。ただしその下にあるダメコン、ダメージコントロールの成功率、これがサイド1とサイド2日本とアメリカで結構ねハンディがあります。まず日本は 30%、 それに対してアメリカが 70% っていうね、これデフォルトの設定です。まあ、よく言われるのが、日本の空母はダメージコントロールがなってないよねと。一方、まあ、アメリカにしろイギリスにしろ、まあ、重装甲であり格納庫の設計であり、まあ、そういった あらゆる艦艇においてダメージコントロールがしっかりされているのがアメリカ軍の艦艇だったと。まあ、そのあたりの逸話がここの設定にも大きく反映されているのかなというふうに、ちょっと思いますね。あとは索敵の5人なんかもね、オンオフの設定があります。デフォルトオンなのでオンのまま、じゃあこのまま、ミッドウェー海戦始めていきます。で、空母戦機初めて見るよっていう方もね、中には多くいらっしゃるかなと思いますので、まずマップ画面見方ご紹介していきます。まず左側、これがですねマップになってます。で、今日本軍の方は第一機動部隊と潜水艦が展開しているという状態ですね。それぞれこんな感じになっています。で、右側には情報ウィンドウになっていて、上からミッドウェー海戦第1ターンですと、時刻が今夜の1時で、あとは艦隊移動プロットフェーズということで、今艦隊を移動するフェーズですと。その下には展開している艦隊が出ています。じゃあ艦隊の中身見ていきましょう。第1機動部隊、第1機動部隊はご覧のような艦艇で構成されています。中央正規空母4隻、赤城、加賀、飛龍、総理で、周りに船体が並んでいるという状態です。じゃあまず赤城から見ていきましょう。赤城はまず名前の通り空母赤城、所属は第一機動部隊です。で、第一航空艦隊に配備されている第一航空船体をなす、赤城という僕の理解なんですけども、第一航空船隊が赤城と加賀で、第一航空船隊の司令官が、第一航空艦隊の司令官でもある南雲さんというふうに僕の中では理解します。もし間違ってたらねご指摘ください。で、兵装があって、あとは装甲値もご覧のように書かれています、うん、で、搭載しているね、航空機なんかもあるんですけど、特に注目していただきたいのが、大気甲板と格納庫書いてあって、格納庫には規模と機数、赤城を例にとった場合格納庫66、マックス66格納できて、今回は60機搭載していますという構成になっています。で、大気甲板は規模が48、この空母戦機は結構ここまで細かく空母の設定を反映したゲームってあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、まずは航空機に、爆弾なり魚雷なりっていう兵装を装備させる。それは格納庫でやりましょうと。で、格納庫で装備をつけたらエレベーターで甲板に上げます。そして初めて発艦できると。で、それぞれ格納庫と甲板にはマックスの上限が設置されているので、例えばなんですが甲板にね、すでに60機配備したいと思っても甲板は48しか供用がないですと。甲板にね、その航空機がずらっと並んでる時に攻撃隊が出て戻ってきても、それって、着艦できませんとかっていうことになるので、そのあたりの計画もね重要になってきます。
で、赤城に搭載している航空機なんですが、まずは救急の艦爆。こんな感じですね。一応細かく設定がすべて載っています。ちなみにこの史実解説っていうのを載せると、こんな感じでどんな航空機だったかっていうのがね、読めるようになっているので、まあ読み物としても楽しそうかなと思います。これが救急の艦爆です。続いて、冷戦の2位。そして、97の艦艇ですね。魚雷がついている97の艦艇。で、それぞれには航続距離がありまして、まあ、やっぱり冷戦が一番長いですね。325。こんな感じになっています。じゃあ、せっかくなので、加賀も見ていきましょうか。加賀はですね、格納庫の規模は赤城よりも大きいんですが、甲板に関しては赤城より小さい。まあ、こんな設定になってますね。じゃあ、続いて、第二航空戦隊ヒル。第二航空戦隊の司令官が山口多門さんですね。少々。で、こちらがですね、格納庫の規模が59。甲板の規模が36と。正規空母赤城、加賀を、まあ、仮に大型正規空母と呼ぶのであれば、まあ、中型のね、正規空母と呼ばれているこの飛龍総理、姉妹艦です。ちなみに飛龍なんかももちろん、史実解説が用意されています。こんな感じですね。ちゃんと、1942年6月5日ミッドウェー海戦で大破、魚雷により自沈処分と、こういうのがねちゃんと出ているので、読み物としても本当に楽しめそうな、そんなゲームになっています。はい、ではあとはね、プレイをしながら説明をさせていただきたいと思います。では艦隊移動フェーズに入ってますので、早速艦隊を移動しましょう。で、今回ミッドウェー海戦ですね、史実では、そもそもミッドウェイ島の攻略が優先なのか、それともミッドウェイ付近に展開している敵空母をおびき出してこれを撃滅するのが目的なのか、敵基地なのか空母なのかっていうのはね、どっちつかず、まあ、柔軟性を持ってみたいな言い方をすればね、なんかそれっぽく聞こえると思うんですけど、目的がはっきりしていなかったというのが日本軍のね敗因の一つに挙げられているようなんですけども、今回はね、第一に敵基地の破壊、ミッドウェイ島の攻略、その後に敵空母を発見次第敵空母の撃滅を行うということで、目的をしっかり、敵基地に絞ります。なんでこんなことを言うかというとですね、ちょっとこの後お見せしますので、先に艦隊を移動させていきます。敵基地に近づいていきましょう。一応潜水艦もね、それに習って近づいていきます。で、艦隊の移動フェーズが終わったので、フェーズ終了を行います。で、情報がね、右側の情報ウィンドウにポップアップで出てきます。夜間は航空機が離発着できませんという内容ですね。続いて、武装変更フェーズ。ここなんですけども、例えば赤城をちょっと見ておくとですね、救急の艦爆。救急の艦爆はもちろん爆装ですよね。爆弾を積みます。まあ、これは主に敵基地の攻撃にすごく有効。もちろん、敵のね、空母とか艦隊にも攻撃ができるものの、主な役目はやっぱり敵基地の攻撃。一方、艦艇、97式の艦艇は魚雷が積めるということで、これはもう完全にね、敵の艦隊を攻撃するためのもの。で、甲板のサイズは48と決まっているので、優先して攻撃する目標に対して、有効な航空機を甲板に上げる必要があるということで、今回は敵基地を攻撃したいので、艦爆を優先してあげるということになります。では、前期基本装備をしていきます。ちなみに、個々に装備を行っていくこともできます。例えば、救急の艦爆であれば、標準装備何機、爆装何機みたいな形でできるんですけども、今回はね、前期基本装備に一括でしてしまいます。で、これを各艦ごとにやるとちょっと面倒なので、全部隊基本装備というのができます。ちなみにですね、例えば、これはもうゲーム上の話なんで、あまり柔軟性がないのは仕方がないことだと思うんですけど、冷戦の21式、今、標準装備24機全機してますけども、これ、例えば爆装に変えることもできるんですね。ただし、爆装に変えた冷戦に関しては、直縁だったり護衛だったりっていった役割を担うことはできないというゲーム上の制約があります。では、前期、標準装備行いましたので、
基本装備ですね、しましたので、これで、フェーズ終了していきます。で航空機がね、離発着、特に着艦するフェーズになってますけど、まだ特に出ているものはないので、これも飛ばしていきます。昇降フェーズ。ここで実際に航空機を上げていくことになります。今、全自動にしちゃいましたけども、例えばですね、赤城であれば、Q7式の観光が甲板に上がってるんですけど、Q7式の観光を一旦下げます。これなんでって話なんですけど、甲板がね、いっぱいいっぱいだと、ちょっとミスったら、その航空機を破棄しなきゃいけなくなってしまうので、できるだけ甲板には余裕を持たせておきたい。とはいえ、飛竜や総竜は甲板が小さいので、満帆にせざるを得ないと。ただし、その飛竜から出た攻撃機、あるいは艦爆機は別に赤城に戻すこともできるので、そこはね、それこそ柔軟性を持って、運用が可能ということになっています。はい。では、ここもフェーズを進めていきます。まあ、とりあえずね、夜が明けるまではこのまま進んでいきましょう。明けてからが勝負だからね。さあ、夜が明けました。ここからですね、しっかり気合を入れていきます。直縁体のプロトフェーズなので、まず直縁を上に上げましょう。今冷静の日式標準装備24機赤城甲板に待機しているので、このうちですね、何機を直縁に割り当てるかっていうのをまず考える必要があります。例えば24機すべてを直縁に回すこともできますし、直縁に1機も回さないということもできます。ただし直縁に回さない場合は、まあ、各艦艇からの対空防御以外は敵の攻撃機から身を守る術がなくなるので、常に直縁は上空に待機させておく必要があるんじゃないかなって僕は思っています。でさらに、この冷戦の24機のうち何機かは、敵の基地攻撃に向かう爆走の艦爆の護衛機としてつける必要もあるので、この24機をどう繰り回すかっていうのが結構難しくなってきます。で今回は24機というのを8機ずつ3部隊に分けて、直縁の、まあ、シフト1、直縁のシフト2、そして護衛機というふうに分けていきたいと思います。なので、ここでは、まずは最初に飛ばす直縁として3機、8機ですね。で、連度とかっていうのがあるんですよ。ちゃんと搭乗員。赤城の搭乗員であれば、連度が5から1まで設定されていて、ご覧のように、搭乗員の構成がなされています。当然、練度の高い熟練搭乗員は戦果を期待できるものの、消耗していくと新人搭乗員だけになってしまうということになるので、個人的にはここぞという時に熟練搭乗員を優先搭乗させて、それ以外の時は平均でいいのかなと思っています。で、直縁の対象ですね。艦隊が複数ある場合には、どこの艦隊の直縁に回るかということになります。まあ、今回はね、第一機動部隊しかないので、ここの直縁に回ります。で、高度も設定できるんですね。まあ、航空機の、まあ、いわゆるドッグファイト、空戦に関して言うと、高高度から、まあ、敵を発見して、まあ、滑空しながらスピードを上げて、ドッグファイトを挑むっていうのが、まあ、セオリーというか一番理想的な戦い方だと思うんですけども、一度高度を下げてしまうと、高高度には戻れないっていうのがこのゲームの設定になってます。まあ、実際にはね、高高度に上げることはできると思うんですけど、その時に、対関してはやっぱり速度が落ちてしまうので、敵にね、狙われやすいというのがあるので、ポイントとしてはね、高高度、中高度に、ある程度の直縁を置いておく必要があるのかなと思ってます。では、今回の赤城8機は、まずは高高度に設定。さらに降下できるかどうかですね。で、仮に降下してしまった後に第2波が来たら、それって、同じ高度で入ってきてくれればいいんですけど、高高度にいた直縁隊が敵の中高度から来た攻撃機を攻撃するために中高度に降りた後に敵の第2波が高高度で入ってきた場合は、これ迎撃する術がないんですね。なので降下攻撃のありなしが設定されています。ここは降下攻撃をなしにして、赤城の直縁は常に一番高いところで待機。で一方、じゃあ加賀の方はどうするかというと、加賀の方も
同じく8機で設定を行って、高度は高高度にするものの効果攻撃をありに設定すると、まあ、こういうところでね、バランスというかしっかり対応できるような枠組みを自分なりに作っていく必要があるのかなと思っています。では飛竜総竜も同じように設定をしていきます。ここまで細かい設定がなされている空母のゲームって多分ないんじゃないかなと思うんですけどね。あればね、ちょっと本当ぜひ教えてほしいですね。やりたい。ちなみにやりたいで思い出した。タイに遊びに行った時に、まあ、先週、先々週かな。ここのところずっと顔なじみの女の子がいるんですけど、まあ、ちょっと喧嘩をしまして、夜ね、一緒に寝てる時。もう今日はじゃあ、エッチしないのねみたいな話になって、いや、もういいよみたいな、僕もまあ、大人げなく、拗ねてたんですけど、まあ、そんなこと言っても、みたいな、イチャイチャしてる時に、やりたいんでしょとかって女の子に言われて、ちょっとドキッとしたっていうね、ちょっとやりたいっていう言葉でごめんなさい、反応してしまいました。戻りましょう。では、直縁体のプロトフェーズ終わりましたので、フェーズ終了します。各機発進しています。で、索敵体のプロトフェーズですね。索敵体をどう出すかなんですが、これも結構重要で、今回は、とにかく全方位的に索敵飛ばしましょう。で、索敵はですね、指定索敵と方位索敵、二つ用意されていて、指定索敵はもう相手が分かっている場合ですね。今回だったらミッドウェイ島が分かっているので、ミッドウェイ島に対して索敵を行う。方位索敵は、まだ未発見の敵を索敵すると。で、今回敵の空母を発見したいので、方位索敵を行います。できるだけね、全方位漏れなく索敵を行いたいので、そのように取り計らっていきましょう。索敵はね、本当に漏れがあるともう意味がないので、飛ばすときには、できるだけ数を一気に飛ばして、敵の位置をね、シカッと知っておく必要があるのかなというふうには思ってます。さあ、こんなところですかね。では、索敵フェーズも終わりにします。索敵機が全機発進です。で、一方、上空に敵索敵機出現、発見されたか、早くも。早いね。ん?とで、第一索敵隊より入電。敵艦隊発見。この艦隊を目標を意と命名し、これより会食する。会食っていうのは敵の、その発見した艦隊に張り付くという意味ですね。潜水艦の右、マップ上の右上に敵ありということですね。で、これが空戦ですね。第一機動部隊の上空に敵の索敵機がやってきていて、これを迎え撃つのが赤城、加賀、飛竜の直縁部隊です。空戦を開始します。これで、撃墜が2と。で、味方の方は損害0ですね。で、敵艦隊イの上空で空戦発生。敵の直縁が15。トネの索敵隊が5。どうだろう。残ってくれるんだろうかっていう感じがするね。味方は4機撃墜されてる。まあ、しょうがないな。場所は分かったので、よしとしましょう。では、攻撃隊のプロトフェーズです。まず赤城から。どうするこれ。本当に悩ましいな。敵の空母の位置は分かったからな。敵の空母を仕留めたい気もするけど、先にやっぱり、もう艦爆を用意しているので、敵基地攻撃を優先しましょう。では、赤城から。これ通常攻撃、集合攻撃、索敵攻撃ってあるんですけど、通常攻撃の場合は、高高度、重高度、低高度と、分けて、どっから侵入していきますかっていうのをね、ここで設定していきます。で、高高度の場合は水平爆撃、中高度の場合は、いわゆる急降下爆撃ですね。で、今回は急降下でいきます。で、冷戦の16機は、このうち8機は、
直縁のシフト2なので戻します。こんな感じですね。ミッドウェイ島に向けて攻撃を行います。赤城も同じ設定でいきます。で、集合攻撃をすると赤城の航空隊と合流していくんですけど、その場合ね、ちょっと航続距離が短くなってしまうので、この場合届かなくなると、ミッドウェイ島まで航続距離届かなくなるので通常攻撃でいきます。で、これも中高度から入っていきます。結構ドキドキするんですよね、この時。で、飛竜から出る攻撃隊は逆に高高度から。これの、この狙いっていうのは、赤城と、加賀から中高度で入ってきて、敵の、まあ、いわゆる、直縁が中高度まで下がってきた後に、飛竜、蒼竜から高高度から爆撃をすれば安全に爆撃ができるという意図ですね。なので、ここでは直縁隊を減らしましょう。6に減らします。サクッと攻撃を終わらせてね、敵の艦隊の方に振り向けたいですからね、戦力を。一発で敵のミッドウェイ島を攻略したい。これで発艦させていきます。赤城第一攻撃隊、敵の目標上空に到達。じゃあここから始まっていきます。敵の直縁が11か、多いな。これ空戦ですね。今空戦の結果、敵は4機撃墜、味方もただ撃墜が4機、5機されてますね。で、ここからは敵の対空にさらされるという話です。だいぶ数が減らされたな。で、ここからが爆撃の結果ですね。滑走路を破壊してほしいんだよな、優先的に。加賀の航空隊、空戦開始。結構減らされたな。よし、ほぼほぼ破壊したね。滑走路がちょっと残っちゃってるのが残念だな。ただ飛竜、蒼竜がまだいるからね。よし、これで完全に破壊した。思ったより1回で終わらせられたのは大きいな。目標はすでに壊滅。 OK だ。蒼竜、飛竜、そして赤城、加賀とね、よくやってくれましたね。では武装変更フェーズです。で、武装変更フェーズはね、最初にやったものから変更ありませんので、このままスキップします。で、航空機の起動フェーズ、航空機移動フェーズと続いて昇降フェーズですね。昇降フェーズで、ここで仮にですね、攻撃隊を上げると、攻撃隊が発艦できるのかな。戻ってこれるかどうかちょっと微妙だな。どうしよう、本当に悩む。今甲板がガラガラではあるものの、ここで艦高を上げたら、上空にもし艦爆が戻ってきたら艦爆を捨てることになるので、それはできないよね。どのターンで戻ってくるかだな。今攻撃したからすぐ戻ってくるよね。いや、ここは一度我慢だな。味方の直縁で持たせましょう。もし敵の空母から攻撃機が出てきた場合の話ですね。じゃあ艦隊を移動させます。もう敵基地に寄る必要はないので、進路を少し変えます。そうか、これね、移動してしまうと逆に 100% の航続距離で索敵に出た索敵機が戻ってこれないってことがあるんですよね。なので、そこもね、実は重要ですね。 100% で全部出しちゃいましたけど、
直縁体のプロットフェーズ。直縁が次のターンで戻ってくる。索敵が戻ってくるかな。敵の索敵機2機ですね。まあこれは返り討ちにしましょう。これでね、味方の索敵機が回食できなくなったので、敵の正確な位置がわからなくなったよっていうことになります。まあただね、この潜水艦の近くにいるというのは分かっています。攻撃隊のプロットフェーズ、ここでやっぱり上げておけば出せたんだな。上げとけば。いやー、もったいない。しょうがないね。ここはまだまだちょっと自分が不慣れなのでしょうがないですね。で、敵の方が32機か。大丈夫か？爆走タイプの32機。持ってくれればいいけどね。直縁で持たせるしかない。19機を残ってるわけだな。で、味方の対空。で、7機残って、450キロ爆弾、レンド3の部隊が7発撃ってきた。4発命中か。大丈夫か、飛竜。総竜だね、総竜。いやー、やってくれたな。格納庫がやられたけど、甲板は大丈夫かな。中波。甲板が戻ってれば OK だ。さあ、ここもね、しっかり退けてほしいな。いや、これを恐れていたのが。8発命中。これは、残ってくれた。よかった。中波だけど残ってくれたね。うわ、きついな。これほんときついな。これがミッドウェー海戦。待ってくれ待ってくれ待ってくれ、飛竜がやられた。飛竜が、タモンさんの飛竜が撃沈させられましたね。これでもう赤城以外残ってるものがなくなっちゃったのか。いや、きついなぁ。こういうことなんですよね。こういうこと。武装変更フェーズはこのままでいいです。航空機の起動フェーズ。これ全艦戻します。で、当然戻れないものがありますので、撃沈されて飛竜がやられたからな。いやー、なかなか痺れる戦いだったね。収容しきれないものがいるね。もうこの時点でやられちゃったんでしょうがないよな。不時着させるしかもうないですね、こうなると。せっかくの、生きて戻ってきてくれた人たち、その航空戦力を不時着で失うということになります。さあ、ここから、ちょっと気合を入れて、観光を上げましょう。発艦できないから意味ないね。総流に関しては。なので、まあ、少なくても甲板に戻しておく必要はない、残しておく必要はないので、甲板から戻しましょう。これで、総流でね、着艦はできますからね。加賀から攻撃隊が出たら、総流で着艦させるということになろうかと思います。で、直縁隊が戻ってしまっているので、直縁を出します。いやー、これ2機でね、踏ん張らなきゃいけないから、まあ大変だよな。
で索敵機も飛ばしましょう。敵の位置はね、もう大体の場所は分かってますからね。いやー、やっぱり敵基地ではなく空母を先に仕留めるべきだったのかな。まあでもどっちもどっち難しいところだと思うんですよね、当時のね、実際の、人たちにとっても。さあ敵の位置は知れてます。では攻撃隊出します。赤城から索敵攻撃で、これ索敵攻撃っていうのは敵を見つけたら攻撃するという攻撃手法ですね。高連度優先。もう敵の位置は割れているんだ、しっかり仕留めてこい。そういうしかない。さあこれで決まりますね。何？敵を発見できていない？マジか。索敵機をもう一回出す必要があるかな。若干不可能なものは総流で着艦させる。もう一回全方位的にちゃんと索敵を行いましょう。敵の位置が分からなくなってるからね今。まあ索敵機の数が少ないと当然発見できるその可能性というのは下がるので、索敵機は多く飛ばせば飛ばすほど、情報のね、まあ密度も高くなるしいいのかなと個人的には思っているので、ここは索敵機を敵がいるであろう場所に飛ばします。いやー敵の位置が発見できないか。どこにいるんだ。うわ直縁がいなくなってる。しかもこれで赤城がやられる。という感じになりますね。もうこれでもう事実上機動部隊空母は使えなくなってしまったので、ミッドウェー海戦は続行不能になってしまったんですけど、まあこういうことになります。空母戦記のゲームの進め方というの。ちょっと次回空母戦記2ミッドウェー海戦リベンジをちょっとプレイしていこうと思いますので、ちょっと皆さんで、ね、また応援よろしくお願いしたいと思います。ちょっと今回不甲斐なく申し訳ないんですが、まあ、こんな感じのゲームになってるので、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、結構ね僕好みのゲームの仕上がりになってると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。